第5回おもろラジオ始まった。塚本恭平です。黒川彩子です。今週もお願いします。お願いします。お帰りなさい。ただいまお休みしちゃいまして失礼しました。先週どんだけ寂しかったかでも一人で17分も喋ってましたね。いや5月3日にロケから帰ってきて、はい、あゆかさんいるかなって思ったら、うんうん、はい、もう帰ってて、あら、はい、ああしょうがないなって、うん、はい、じゃあ藤田さんにでも声かけようかなって思って、はい、部署行ったら、うん、もう電気も消えててゴールデンウィーク、どうしよっかなって思いながら誰もいなかったんですね。もうそこにいたスタッフ一人捕まえて、はいはい、あのお願いなんでちょっと10分僕の話を聞いてもらえませんかって一応いたはいたんだなんかあの笑い声出したくないからってずっと口を押さえてはったけど、ね、笑ってほしかった。シーンとしたいいよ笑ってもっていう笑うとこなかったんじゃないですか。どんな言い方やん嘘です嘘です。ひどいね。間違えた間違えた。ゴールデンウィーク楽しいことあった？ゴールデンウィーク私ソファー買ったぐらいですね。え、どんなの買ったの？ね、L 字の白のちょっと大きいの買っちゃいました、うん、何用に？寝る用に？寝る用じゃない、座る用ですよ。ソファーですから。そんなでも L 字買ったってさ別に3人も4人も座るわけじゃないやんか。あんなでも L 字ってすごいじゃないですか。私にとったらすごいんですよ L 字のソファーって。夢やったの？夢です。あそこに一人でガンって座るのが夢やったんです。スペース3つぐらい余ってんのに。はい、ちょっと出世しちゃいましたそのうちあれば洗濯物とか干し始めるんやろ。しません、そんなんしません。外に干します。いろんなクッションとかいっぱい置いてぬいぐるみとかいっぱい置いてさ、もうしません。私の部屋綺麗なんです。ほんまに綺麗です。綺麗綺麗。塚本さんゴールデンウィークはもうずっと寝てましたよ。ですよね。家族のちょっと体調不良があってね、ちょっとお休みもいただいてたんで、なかなか外には出られなかったんですけど、はい、でもね、5日のおもろしが、うんうん、楽しく放送できたんで、はい、楽しかった。それを見ていただけたのかなと思ってます。はい、シガトピで、はい、けん玉の、はい、加藤美優さん、はい、よかったよ。よかった。すごい。見ててもどうなってるかわからない。ね、一発本番で10個の技披露してもらって、うん、ノーミスで、パーフェクト、うん。本番強いね。強い。よくあの緊張感でミスをしない。やっぱりそれがもう全国優勝の、うん、秘訣なのかな、メンタルの強さっていうところも。うん、全然焦ってなかったですもん。ちなみにでもさ、はい、その、シガトピの前の CM 中の話なんやけど、はい、出演者にさ、はい、たまに不思議なことをされる方が一人いらっしゃるやんか。え、何何？カズノユウコさんっていう方なんですけど。え、はい。え、何何？CM 中に、はい、皆さん、けん玉ってどれぐらいされますみたいな話をちょっと世間話でしたときに、はい、カズノさんが、人生で今まで成功したことがないって言って。え、けん玉？うん。え、そんな人いる？一回は成功するでしょ。大皿ってどれ？とか言われました。え、やったこともあんまりは知らない。え、みんなやらへん？やりますね、小さい時、子供の、ね、時にね。で、うんうん、ちょっとやってみますねって言って、はい、CM 中に、あー、やってはったんですね。やったら、うんうん、大皿に乗ったんやん。おお、はい。なんで人生初を CM で出すの確かにせめてカメラがね見えてる時になぜ今そんなすごいことが CM 中にあったんですか？そしてなぜ成功する？もったいない。カズノさんらしいな。かわいい。まあやっぱりやめてくれ。はい、やめて。心入れ替える。あ、でも何を出してるんですか？みんな忘れてるのにそんなにしません。さすがカズノさんやなと思って。すごいですね、カズノさん。1分 CM の間にそんなことがスタジオで披露されたんですよ。そっちが気になってきた。全然集中抜き。加藤さん、5月の大会も、はい、ぜひ頑張ってもらって、はい、またね、スタジオに来ていただければと思ってます。うん、頑張れ。見つけた日は、はい、立冬市の前編、はい、ハープ。ハープ、めっちゃ楽しかったですよ、ハープ。あんな、はい、ウクレレは仕込んでたの？ウクレレは、はい、持ってきてました。サンドさんにやってほしいと思って。台本にもあって？台本にはありましたね。なんか一緒に演奏みたいな感じで。練習したの？してないです、その場で。え、突然じゃあ今の清志郎さんやり始めはったの？はい、そうです
え、それに合わせてくれはったっていうこと？そうですよ。すごいな。異常ですよ。いや、あの曲選ぶサンドさんもちょっとおかしいですよ。でもその曲にピンと来てない黒川さんの表情もあったけど。ちょっとよくわからん。嘘やん。え、知らない？あの曲。すいません、ごめんなさい。はい。あ、そうなんか。すいません。あ、それであのピンと来てない顔やったのね。はい。そうですか。失礼しました。申し訳ございません。はい、お母さんはでもスタジオでトーンチャイム披露しに来てくれはって、はい、キラキラ星。キラキラ星。あのみんな手探りのキラキラ星。なんかシュールでしたね。いやでも綺麗な音やったよ。綺麗なんですよ。やっぱベテラン2人いらっしゃいますから綺麗なんですけど、うん、間にいるおじさん2人のあのなんか戸惑った顔が。面白くてもうずっとサンドさんの時にはいはいはいって指示出しながらめっちゃ面白かったです。確かにあの、うん、絵面が良かったよね。はい、良かったです。不思議ななんかね感じでしたよね。頑張りました。お二人とも、はい、みんな頑張った。あの森谷さんにも奮闘していただいて森谷さんもね、リハの時になんか結構指導されてましたよ。鳴らし方違うって。違う初めて持つ楽器で結構厳しく言われる、はいはい、結構厳しく違うぞって言って森谷さんに関してなんやけど、はい、地上波じゃないんやけど、はい、番外トークでさ、はい、あの娘さんは、はい、あの今も一緒にあの布団に入って来てくれるって言った時の、はい、黒川さん引きすぎやで。なんかあのテレビで見せたらあかんレベルのドン引きの仕方してたで。ちょっとびっくりしてしまいまして、仲いいやなと思って、うちではもうありえないので、ちょっとびっくりしちゃって。娘さんいくつ？十何歳って言ったっけ？そうですね、結構そうですね、言ってましたね。で布団に入ってくることがあるって言って、はいはい、その時の黒川さんの顔たるや。そんな冷たい顔せんでもいいやんって思いながら見てたけど。いやいや、黒川家ではないんですよ、そんなん。いいやん、お父さんの布団ポンと入ってあげたらさ。いや、絶対無理ですよ。これ聞いてるお父さん、楽しみね。ごめんね、パパ。うちも娘にじゃあそのうちそう言われんのかな。言われますよ、絶対。うわパパ、臭いって。うわ嫌だな。パパ、うるさいって。うわ今みんなで川の字で寝てんのに。幸せ、何それ、いいじゃないですか。続きませんよ、長くは。なんちゅうこと言うの。面白い。森谷さんのそのトークと、はい、あの黒川さんのドン引き、はい、もうちょっとほんまにもう今からでもいいから番外トーク皆さんもう一回見てほしい。なんかごめんなさいね、ちょっと顔に出ちゃって。ゲストのトークでそんな引くっていうぐらい。いやいや、ちょっとね、仲いいやなと思って、すいません。いや、あの森谷さん、ジャムのサイズのリポートもありがとうございました。本当にめちゃくちゃ汗をかいて頑張ってくださってありがとうございます。あの、うん、代役使った時のワイプのみんなの表情怖かったけど、もっとあったかく見てあげたらいいやんって思う。パニックですよ。どういうことどういうことって。何が起きてんのって。で、しれっと戻ってきたじゃないですか。しれっと戻ってきた。しれっと戻るんかいって言って。突っ込んであげたらいいやん。いや、みんな追いついてないんですよ。みんな目が点のままさ。どういうこと、服一緒やな、みたいな。わけが頑張ってやってくれはったのに。すいません。あのね、スリムな方は悪くないんですよ。いや、森谷さんも悪くないんですよ。森谷さんも悪くないんですよ。どっちかというと、仕込んだディレクターが悪いんですよ。私たちも悪かった、気づかんかった。いや、もうちょっとあったかく突っ込んであげたらいいのに。うん、おみたいな感じのリアクションがずっと続いてて、うん、びっくりして。温かく迎えてあげてくださいよ。2回目見たら温かくいけます。ぜひ YouTube でもう一度ご覧ください。お願いします。森谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今週5月12日の、はい、金曜もろしがは、はい、主の見つけ旅は立冬の後編、はい、後編、はい、いよいよ後編。予告編では美味しそうなステーキが、そう、めっちゃ美味しかったですよ。私も台本もらった時点でずっと楽しみにしてたんです、このロケ。そのさ、はい、楽しみをさ、もっと毎週出してくれよ、はい、っと毎週楽しみにしてますよ。ほんまに、はい、美味しいご飯があるときしか味でいいのじゃない。美味しいご飯は強いですよね。強いよね、はい、予告編だけで、あ、見たいなって思ったね。シガトピでは食べ物多分一生出ませんよ。悲しいこと言うんじゃないよ。失礼しました。あとビンゴもしてね。あ、スローイングビンゴ、はい、まだ予告編しか見てないからどんな感じなのか全然、うん、はい、立東市生まれのニュースポーツがあるんですよ。立東市で発足したの、うん、そうです。へえ、そうです、そうです。字のごとく投げるビンゴ、そうです、そうです。
これちょっとハマるかもしれない。あ、本当？夢中になりました。もうカメラ忘れて。忘れないでください。だからいつも言うけどさ。あ、怒られた。カメラは意識してよ。あ、先輩すいません。でも勝ちたかったんです。言うやん、いつも。それ聞いた、プラスワンの時の。そうや、プラスワンの時の反省反省ってこの前のオンエアでもなんか言ってなかったか。私口癖かもしれない。反省すること多いんですよね。その時に反省反省以外の言葉でもうちょっと反省してほしい。うわ、怖い先輩。怖い、やめて。シガトピです。あら、はい。長浜がアメフトの街って知ってた？ごめんなさい、あんま知らん。あんまり、はい。実は僕もそんなに知らなくて、今回ひょうたんボールっていう大会を取り上げるにあたって、アメフト協会の皆さん、連盟の皆さんに、はい、ちょっと歴史的なところから今回取材をさせてもらったら、はい、本当に深いつながりがあって、一回ね、長浜のアメフトに似たスポーツ、要はタッチフットボール、フラッグフットボールのチームの特集を、うん、はい、シガスポ応援宣言のコーナーでやったことあったんやけど、はい、本当に根付いてるんだなっていうのがよく分かったの。長浜が、うん、で今回長浜ひょうたんボールが彦根のハトスタジアム、ヘアガハトスタジアムが、はい、まあ、こけら落としも兼ねて特別にちょっと彦根開催でやるんやけれども、うん、長浜とアメフトのつながり、それからまあひょうたんボールっていうところに挑む立命館大学の選手の話を聞いてきて特集するので、はい、ちょっとね、うん、いつもになくヒストリカルな感じ、はい、ちょっと違う感じですね。ちょっと違う感じでもめっちゃ気になります。ぜひ見てほしいな、うん、はい、見る見る思っております。はい、5月12日の放送はテレビ誌がプラスワンとルースハウスプロジェクトも用意してますので、はい、皆さんぜひ楽しみに見ていただければと思っております。お願いします。メッセージいきましょうか。あ、メッセージの私のツイッターに返事をする形で送ってくださった。なかなかレアな形の。そうなんですよ、助かりましたね。そんなことないよ。何通か来てるからそんなことないよ。YouTube の書き込みをしていただいてるし、そうですね、番組メッセージメール宛にも送ってくださってるし、ね、送ってくださって意外とって言わない。嬉しかったです。ピースさんよりいただきました、はい、ピース公式さん、こんにちは。お二人に質問です、はい、生放送でしまった、やらかした、今では笑える失言、失敗談ありますか、といただきました。黒川さんは？私でも言うてまだ3年、うん、なんで大きな面白い失敗がないんですよね。そうやな、うん、僕も最近やったら、はい、まあ凝縮を儀式って呼んだりとか、なんかバレンタインのチョコレートを作るときにベーコン入れすぎたりとか。それぐらいかな。じゃあそれ私の失敗や。え？違う、それ私のやつ。黒川さん、そんなことする？今私ないって言ったのに恥ずかしいじゃないですか。そんな大きな失敗じゃないやん。大きいですよ、恥ずかしい。もうバレてないかったのに、一個は。一個は、いや、バレてるって。今この人、儀式って言ったよね。やってない、やってない、やってない、やってない。すいません、すいません。わかんない、わかんない。塚本さん、ないですか？前の放送局に勤めてた時に、はい、まあ、黒川さんに多分、若いぐらいの時。はい、25以下。朝の情報番組の生中継が、酒蔵であって、はい、要は地酒のリポートをやりますと。はい、であんまり出てなかったから、その番組に結構緊張してて、うん、はい、で酒蔵の人たちに、はい、ちょっと慣れてないんですけど、うん、頑張りますみたいなことを言ったら、はい、塚本さん、ちょっと飲んでからやった方がいいですよって言われて、あら、はい、で、まあ、実際にお酒飲むやつやったから、始まる前に1杯2杯ちょっと冷やで日本酒を飲んだのよ。はい、まあまあそれぐらいなら、で1杯2杯やったら、はい、何も変わらないの、うん、はい、そうですね、変わらないですねって言って、はいはい、もう 2,3 杯飲んだ。あ、何してるんですか。あら、で、何してるんですか。したらちょうどいいぐらいにいい気分になってきて、まあ情報番組やしニュース番組じゃないから、はい、うんうんうん、これはいけるぞと、はい、なって中継始まったのよ。で当たり前なんやけど、はい、中継中も飲むのよ。そうですね、そうですよ。いい感じでスタートしたはずやのに、はい、え、
中盤からベロベロになってきて、何してるんですか。番組終わる頃には千鳥足、大失敗で、いやもう私何やってんすかね、はい、みたいな感じのトーンで最後中継やって、スタジオは大爆笑、あよかった、スタッフも大爆笑、よかったよかった、はい、いいじゃないですか。じゃあで、はい、あいい感じで終わりましたね、ありがとうございましたって言って曲帰ってか ら,、はい、あらアナウンサーの先輩が鬼のような形相で立ってて怖い怖い怖いよ、その瞬間に全部酔い覚めたよ、はい、遅かったな何してるんですか、計算できる塚本さんが、まあ、教訓ですけど、はい、あのいい感じで酔っ払った状態で中継をスタートしたら、はい、もう飲まない方がいい、はい、めちゃくちゃあれですね、初歩的なアドバイス中継の中で3回ぐらい飲むチャンスがあるのを全く忘れてて、なんであららちゃんとした失敗ですね、ちゃんとした失敗、本当に記憶はあったんですか、記憶はあった、記憶はあった、まだ耐えてますね、でもあのスタッフもみんな爆笑してるから、あいい、結構中継元のスタジオも、うん、塚本くん何やってんだよ、うん、みたいな空気になってるから、はい、自分の中で成功したぐらいのつもりで曲帰った後に全部酔いされた、はい、怒られてちょっとまた見てみたいな、そんな塚本さんももうしない、一回行きましょうか、もうしない、もうしない酒蔵の中継はシラフからスタートする、あ、本当ですかちゃんと学んでるあるな、はい、ということで、あの皆さんも学ぶの聞いてみたいことありましたら、うん、はい、あの番組宛てもしくは YouTube コメント欄開放していただいたんで、ぜひぜひ送っていただければと思っております。お願いします。この前そういえばあゆかさんが、はい、ね、おもろいラジオ出してもらえるんですかとか言ってたから、言ってました言ってました、ぜひぜひ次また出ていただいて、はい、はい、嬉しい、登場人物変えながら、うんうん、続けていきたいと思いますので、はい、次回もって言って、はい、次塚本黒川でまたやったらまた帰ってなんだよな、ね、お楽しみということではい、ということで、5月12日の金曜おもろしがもお楽しみに、おもろラジオでした、はい。